はい、グッディバルンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。ハロウィンが間もなくなので最後にお化け&ロリポップを作ってみたいと思います。ゴースト、ロリポップ with ゴースト。はい、まずゴーストから作りましょう。ホワイトラウンドバルーンとダイヤモンド、透明の風船2本ですね。ダイヤモンドクリア2。まず、ホワイトラウンドを膨らませます。ノットヒア、ヒアでここよ、こう結んでます。こう、これをこう伸ばして伸ばして、次にダイヤモンドクリア見てみましょう。ちょっとゆっくりゆっくり柔らかくして、もう一本いきましょう。こういう感じです。まずディスハンドね、ライトハンドから作っていきます。ワンバボー、ラージループ、ラージループ&まあこれはピンチでもいいし、ピンチじゃなくてもどっちでもいいです。まあ僕は巻いてもいいし、やりましょう。これを作ります。次、レフトハンド、スモールバボー、スモールリン、ちっちゃくて大丈夫。これもここを引っ張って出します。こういう感じですね。これを作ります。で、次にこれ結局白い風船をプレスして挟んでるんですけど、これをね、要はここ、まあ、腕の長さ決めましょうか。腕の長さをここでピンチツイストで決めてあげる。こっちも短い腕の長さを左手、レフトハンドをピンチツイストで決めてあげる。こうでしょ。右手、左手、右手、左手、これを挟む。こうやって挟むんだ。挟むから、まあ10センチぐらいのところをここで決めてあげる。柔らかくして決めてあげる。このぐらいでしょうね。ここをこれと一緒に回します。一緒に引っ張って回す。これもいらないからカットします。カットして、巻きつける。そしたら、これをこの間にプレスしていく。これをプレス。挟みつつ、顔の大きさと体の大きさを考えて、ボディバランスを考えてもらって、これをこうやってプレス、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 プレスしていきましょう。ここね、ここね。ちょっと難しいかもしれないけど、もしできんかったら二人がかりでやってみてね。長さ決めて切ってから巻きつけてもいいからね。これカットします。結んで巻きつける。いらない風船をまたカットします。こういう感じになりました。だから、こうね。こっちが左手。こっちが右手、こういう感じですね。こうなりましたね。だいたいこういう感じで、ここをこの結び口っていうか風船の口をここに持ってきて、これを引っ張る。
こうなったら空気の量はまあ送り込んであげて調節してあげてください。ちょっと滑るから。よいしょ。こう送り込んであげて空気の量を調節してあげてください。顔を描きましょう。はい、あとロリポップを作ります。ロリポップはとても簡単ですので簡単にできます。まず2ピンチツイスト、1、1、2、これここ持ってこう離し回す Here回します。そしてワンバボー、ツーバボー、引っ張って回して、この間を柔らかくして巻いていく。引っ張って回す。引っ張って回す。ワンモア、もう一回回して、大体まあ、ピア、ここ決まったら、これをカットして、結んでいって、これをここで引っ張って、プル。これで OK。こういう感じ。それであとね、ラストね、2609のイエローをカットします。カット。で、このポンプで使うと楽だから、ダンさんはこのポンプのセットを持っています。とても相性がいいので、これを結びます。カットして、最後にこれをくっつける。これ、別に1本だけでもいいので、Only one 269 lollipop is OK。OK です。全く問題ありません。で、これを最後に、ここに、間に通す。こう、広げて、広げて、通す。それで出来上がりです。ロリポップ with ゴースト。できました。で、このロリポップでもいいし、アナザーからパープルでもいいでしょ。パープルでもいいです。はい、ぜひ作ってみてください。Please registration, please. それでは、みんなまた会いましょう。See you! バイバイ!チャオー!